はい、こんにちは、パソケンです。今回ですね、この動画では Windows のアップデートにですね、失敗した場合のですね、対処方法とか、あとですね、その改善方法について説明していきます。そもそもですね、この Windows アップデートに失敗する原因というものが何かというところですが、私のですね、経験上で言うと、C ドライブのですね、空き容量が足りない、パターンと、あとはですね、Windows のアップデート用のデータベースっていうものがあって、それがですね、破損しているという時は、この Windows アップデートが失敗するかなっていうふうに思っています。なので、このですね、Windows アップデートに失敗する場合はまずこの2つにですね、注目していって、でそしてですね、また、同じようにですね、この改善した上でアップデートをするっていうことをですね、やって、見ていくっていう方法が一番いいんじゃないかなと思います。でまずはじめに、1つ目にですね、お話しした C ドライブの空き容量についてなんですが、 Windows をアップデートする際にもちろんですけれども、その新しくですね、ダウンロードしてきた、アップデート用のデータというものを、ダウンロードしてくる容量と、あとはですね、そういったデータを、展開してですね、こうインストールするということで、空き容量っていうのが、結構必要になってきます。でこれはですね、最低でも C ドライブをですね、8GB 以上は空けておいた方がいいというふうに言われています。なので、もしですね、8ギガ以下になっている場合は、まずはですね、この C ドライブの空き容量を確認してみてください。で C ドライブですね、いつの間にかこうどんどん溜まっていって、空き容量が少なくなっているっていう方がいらっしゃるかなと思うんですが、結構ですね、私の経験的には、C ドライブですね、いつの間にか、どんどん空き容量が少なくなっていく原因として、普段ですね、ブラウザーなどで、インターネットでですね、何かこう画像をダウンロードしてきたりとか、何かですね、インストーラーをですね、ダウンロードしてきたりとかということで、結構ですね、このダウンロードフォルダにプログラムとかファイルがですね、溜まっていることっていうのがあります。なのでまずですね、この、ダウンロードフォルダをですね、確認してみてください。でダウンロードフォルダに関してなんですけれども、デスクトップ画面でですね、コントロールと N ボタンを押していただくと、このですね、ログインしているユーザー用のフォルダーのですね、が表示されますので、デスクトップというですね、フォルダーが表示されますので、ここからですね、このログインしているユーザー用の、ファイルにですね、フォルダーに、アクセスしてください。でそうすると、ダウンロードフォルダーというものが、見つかりますので、このですね、ダウンロードフォルダーを展開して、このですね、これまで、ダウンロードしてきたファイルというものが、もしたくさん入っていれば、こういったですね、必要なもの以外をですね、このダウンロードフォルダーから削除していきましょう。で続いてですね、このダウンロードフォルダー以外にゴミ箱にですね、溜まっているということがあります。で今言ったように、ダウンロードフォルダから削除をしていったとしても、それはですね、ゴミ箱の中にですね、こう溜まっていくだけであって、このゴミ箱をですね、空にしてあげないと、完全にはですね、削除されません。なので、ゴミ箱に入れっぱなしのものっていうのをですね、最後にこう右クリックを押していただいて、ゴミ箱を空にするっていうことですね。こちらを押さないと、完全には削除できないので、これをですね、行ってください。でこのですね、2つを行えば、結構ですね、容量は確保できるんじゃないかなと思います。でゴミ箱の、アイコンですね、もしデスクトップにない場合は、これもですね、コントロールプラス N ボタンをデスクトップ画面で押すことで、このデスクトップというフォルダをですね、開くことができますので、ここからゴミ箱ですね、のアイコンを押していただいて、内容をですね、確認してみてください。今ですね、一つ目にお話しした C ドライブのですね、空き容量を確認して、 8GB 以上ですね、確保した状態でWindows のアップデートを行って、なおかつですね、まだ失敗してしまう場合は、Windows アップデート用のデータベースというものが破損している可能性があります。なのでこのですね、データベースを修復する必要があるんですが、そのですね、やり方というのが、まずですね、デスクトップ画面のスタートをですね、右クリックを押していただいて、そしてですね、メニューから Windows PowerShell、括弧管理者の方ですね、2つ PowerShell が、ですね、メニューにあるんですが、管理者の方を選んでください。でそうするとですね、Windows PowerShell というですね、ものが開きますので、ここでですね、特定のコマンドを入力していきます。ただですね、このコマンドがですね、長くなっているので、今回ですね、この動画のですね、概要欄に、そのコマンドを、
貼り付けておきますので、コピーしていただいて直接ですねここに貼り付けていってください。なので、概要欄からですねコピーした状態でここの、Windows PowerShell をクリックしていただいて、アクティブな状態で、コントロール V ですね押してください。そうするとこんな感じでですねコマンドが貼り付けることができます。でコマンド貼り付けた状態でエンターボタンを押します。でコマンドをですね入力すると、展開イメージのサービスと管理ツールということで、自動的にですねこのコマンドの内容のものがですね実行されますので、しばらく待ちましょう。でこちらのですね実行したコマンドが、完了しますとですね、こんな感じで最後にですね操作は正常に完了しましたということで表示されますので、これでですね、コマンドの実行が完了となります。でこのですねコマンドを実行し終わったら、もう一度ですね Windows アップデートの方を行ってみてください。次にですね Windows のアップデートをかけた時に、一部のですねプログラムだけがなぜかこう失敗してしまう。他はですね Windows のアップデート正常に行われて、一つだけ例えば何かエラーが起きてしまって、それがですね、ダウンロードインストールされないっていう場合ですね、そういった場合の対処方法について、説明していきます。で一つだけですね何かエラーが起きてしまって、インストールがされない場合ですね、アップデートが行われない場合は、そのですねプログラムを直接ですね、ダウンロードしてきて、インストールするという方法があります。特定のですね Windows アップデートのプログラムだけをですね、インストールをする場合なんですけれども、直接ですね、Microsoft が出している、Windows アップデートカタログというですねサイトからですね、その特定のプログラムを検索してダウンロードして、それをですねインストールするっていうことができます。そのですねサイトなんですけれども、ブラウザをですね立ち上げていただいて、Windows アップデートカタログと検索してあげると、大体ですね一つ目に、そのですね、特定のサイトが表示されますので、そこにですねアクセスしてください。でそしてですねこの Windows アップデートカタログのところの右側にですね、検索ボックスがありますので、ここにですねその特定の、失敗してしまったですねプログラムをですね、検索していくんですが、そのですね失敗したものというのは、このアップデートをした時にここでですねこのエラーとして、更新プログラムのインストール中に問題が発生しましたというふうに多分表記されていまして、その後にですねこうも文章が書いてあって、そこに、例えば〇〇ベースシステム用 Windows 10バージョンいくつの、累計更新プログラムというふうにですね書かれていたりして、そこの下にですね、括弧、KB いくつということで、 KB の後に数字がですね、何桁かこう表示されているんですけども、その KB いくつというものがその、更新プログラムの、内容というか、名前になっているので、そのですね KB から始まる、KB とあと数字ですねを、入力していきます。例えばですね、2018年、ちょっと古いんですけども、2018年に行われた、Windows 10、バージョン1803の累計更新プログラムですと、KB44832、というふうになります。なのでこれをですね検索していただくと、こんな感じでそのですね検索結果として対象のですねこの KB44832、の、プログラムですねが一覧で表示されますので、ここからですね、ダウンロードの方を行っていきます。で、ここでですね、この製品と書いてあるところが、対象のもので、Windows 10以外のものも入っていますので、そこはですね、確認をしてください。で今回は、Windows 10での、このアップデートの内容になりますね。 Windows サーバーではないのですので、そこだけですね気をつけてください。でまたですね、それを、このですね Windows サーバーを省いたとしても、製品としてですねこの Windows 10のものが3つ表示されているんですが、その場合はですねこの X64 と X86 と、あとはですね ARM64 というふうにあるんですが、これはですね Windows 10の32ビットか64ビットかみたいなですね、もの、になります。なので、インストールされているこの OS のタイプ、アーキテクチャによって変わってくるんですが、32ビット
ットを使っている方であれば、この X86 ベースシステムの方ですね、選んでください。で、64ビットの場合は X64 ベースシステムを選んでください。で、お使いのですね、パソコンが32ビットか64ビットかを確認する方法はですね、Windows キーから設定をクリックしていただいて、そしてですね、システムの設定のところからシステムという項目ですね、選んでいただいて、左側のですね、メニューからバージョン情報を選んでください。このバージョン情報をクリックしていただくと、ちょっと下の方にデバイスの仕様というものが表示されていますので、ここにですね、書いてあるシステムの種類ですねを見ていただくと、このですね、パソコンでは64ビットオペレーティングシステムと、で X64 ベースプロセッサーと書いてあります。なのでこの場合はですね、64ビットの、Windows 10がインストールされているということになりますので、ここで見ていただくと分かるんですが、 X64 ベースシステム用の方を選びますと。でもしですね、ここは32ビットの場合であれば、この X86 ベース用、システム用ということになりますので、ここだけですね、確認してみてください。でここで32ビットか64ビットかをですね、確認したらですね、その対象のですね、プログラムのを右側にですね、ダウンロードボタンがあるので、こちらをですね、クリックします。そうするとですね、また別の画面が開きまして、プログラムのダウンロードと書かれていますので、ここにですね、その対象のプログラムのダウンロードリンクが表示されますので、こちらをですね、クリックしてください。そうするとダウンロードの方が始まります。でダウンロードの方がですね、終わったら、このですね、プログラムを、実行してですね、直接ですね、このプログラムをインストールを行ってください。はい、以上ですね、3つの、Windows アップデートに失敗した場合の対処方法ということで、まず C ドライブの空き容量を確認して、空き容量を確保する。それからですね、修復ツールを使ってですね、修復する。最後にですね、特定のプログラムだけが、アップデートされない場合は、その特定のプログラムをですね、直接、ダウンロードして、それをですね、アップデートを、していくっていうものでした。